じゃこんにちは、豊さん、はい、バウアーがまだ決まりません。バウアーね、インスタフォローしてんだよ、はい、あ楽しくやってんなおいのんきですねのんきだよな代理人に全部任せてるんですかね。まあまあそうだろうな。いやまあだから昨シーズンオフから、うん、まあ本人はメジャーに復帰するのを希望して模索していると、うん、で日本に残るんだったら DeNA みたいな記事がずっと出てたんですけれども、うんまあ、ここに来てもまだメジャーMLB 決まってないというところで、まあ、メジャーはね、うん、多分ないと思うわ。あ訴訟とか、うん、そういうことに対してメジャーってものすごく厳しくなってるからさ、うんですね、特にその女性への DV だったり、うん、性的なことっていうのはすごく厳しいですね。まあ、暴力的なことに関してはね、はい、非常に厳しいから、うん、どんなスーパースターでも切るからね。そうですね。あだから、うんそういう意味ではちょっと劣勢に立っているよな。ですよね、厳しい状態だよね、うん、ということは湯坂さん的には、はい、メジャー MLB ではなく日本の球団日本球界に今シーズンも残るだろうというふうに予想はするよね。あで今記事に上がっているのが日本球団3球団交渉に行くんじゃないかと、はいまあ、もちろん DeNA は続行なんですけど、もちろんそうですね、はい、プラスソフトバンクとオリックスという名前が上がってきました、うんまあ、一時巨人もあったんですが、うん、この2球団が出てきました。またこれ豊さんここに来てそうだな、うん、まず DeNA 路線、まあ、お金の問題だよね。まあ、ただその今永がね、はい、ポスティングで言ってるんで、うん、ざっとの計算で14億入ると、はい、それを全部投げて、うん、プラスアルファで20億にする可能性があるよね。いわゆる単年でっていうことですよね。単年でね20億だぞお前。いやちょっと単年20億分かんないって思うけどな、まあまあ、ワオですよ。まあだけどオリックスは山本由伸で70億ぐらいざっと70億ぐらいざっとで、ソフトバンクは印象的によなんかこうすっきりしないあまあそうですね、ねえクリーンなイメージがなくなってるというかさ、うんうん、そしたらもう優勝するしかない、うん、これは是が非でも、うん、バファを取れと。そうですね。もう今ちょっとソフトバンクが和田投手をそのプロテクトから外していたってことでファンがザーザーしてるので、それを緩和する意味でもバファ取ったよみたいな。でもそれで緩和できるかどうかは分かんないけどさ、ね、まあだけどその印象的にはやっぱバウアーを通りに来るのかなって、真剣にね、それも強力なバウアーみたいなのが来てくれるとそれは嬉しいよね。しかも仲呼んで行ってくれるわけですもんね、うん、ちなみになんですけれども、ソフトバンクはあのオスナ投手と約7億2000万円で、はい、契約結んだんですけれども、これはもう軽くバウアーは超えていくだろうというふうに言われてますね。そらーく超えるよですよね。そこはね惜しみなく来るよ。そうですよね。ああ、まあ、昨シーズンオフですけれどもね、これは、うん、で、まあ、バウアーは去年 DeNA との契約が4億3000万円プラス出来高の1億4000万円なので、うんまあ、5億7000万円で去年は契約したんですけれども、バウアー的にはどのぐらいを要求してくるものなんですか。俺は要求というよりもね、やっぱ名誉だと思うよ。名誉、うん、でオリックスが優勝してるよね、はい、金は一律じゃあ20億だとするじゃん、うん、3チームが、はい、森口だったらどこ DeNA 残る残る、はい、俺だったらオリックス行く。えそれは何ですか。これはやっぱメジャーという夢は、はい、バウアーは捨てきれてないと思う。もちろん、はい、そうだろ。そしたら日本で優勝したら日本一になったよ、その中のローテーションだよみたいな、うん、自分の価値をやっぱ高めるには優勝するしかないんだよ、力は分かってるから、はい、そうなってくると俺はオリックスの目が強いと思う。いやいや俺は由伸の代わりに入ったよみたいな。うーんで由伸と同等の投球ができたよみたいな、うん、さあメジャーどうって、うん、俺取らないってアピールできるよね。確かにアピールの材料にはなりますね。そうだろ、はい、バウアーは賢い人間だから、うん、多分そこを狙ってるのかなっていうのは気はしないでもない。確かにそのオリックスっていうのはやっぱり一番優勝に近いチーム、うん、この3球団の中ではプラス優勝したらベストナインだったり、もしかすると沢村賞だって考えられるわけですよね。考えられるでしょ。そういう自分のプラスアルファの部分がつけば。だって山本由伸が沢村賞を取った、はい、で3年連続で取りました、うん、抜けました、うん、俺が行きました、うん、で沢村賞を取りました、うん、ほら由伸の代わりに入ったから優勝できたじゃないか。俺はそういう筋書きはすると思うんだよね。確かに。だからどこに行くって言ったら俺はオリックス行くんじゃないかなっていうような気がする。そっか。あとは金の問題もあるけどもね、はい、でもオリックスはあるから、
なぜならなぜなら山本由伸投手の年長と金が残してくれるから約70億ぐらい。そうそうそうね、そしたら山本由伸が抜けてもバウアーが来てくれたら仲呼んでいけるわけでしょ。そうなんですよ。だからそりゃ大きいと思うな。確かにそうですね。だから、まあ、去年バウアーの言葉の中に印象的なのは、うん、バウアーが投げてる時にランダムプレーになって、うん、オールセーフになって失点したと、うん、こんなことやってたら優勝できるわけないじゃないかっていう、うん、やっぱ彼の中で投げた以上はやっぱり優勝したいだとか、うん、そういうことがあるわけよ。そしたら日本で今一番強いチームは阪神でありオリックスじゃない、はいね、そうなってくるとこの3球団の中で選ぶとしたら、うん、俺はオリックスが有力かなっていうふうには思う。そっか、なんか去年のオフは僕 DeNA 好きみたいな感じで言ってた。いや好きって言うよね俺嫌いなんて言ってるやつは見たことないよ確かにそうですね。そりゃそうだそしたらお金もあるわけだから一旦荷物は引き上げるはずがないんだよ、はいうんですね、残る可能性があるんだったら即座に引き上げてましたもんね。即座に引き上げて早かった。そうか だからチームも含めて見てると思うよ、まあ、お金も大事だけども、うん、でも自分を高める高く売るには、うん、より以上にメジャーが欲しくなるには、うん、やっぱり優勝しかないとか、はい、その中でのタイトルだとかいろいろ考えてるはずなんだよ、うんうん、いや俺だったらそう考えるからさ。まあそうですよね、バウアーの立場だったら、うん、いやそしたらオリックス行って優勝してもう一度メジャーに挑戦をしたいっていうふうに、うん、俺だったら考えるよ、ね、そうですよね。で潤沢にね今70億円っていうのがありますし、ふくらに聞いたら、うん、何使うんですかねとか言ってたけどさなんだよ持ってんじゃねえかよみたいな、うんうんうん、まあそんな感じだよね。そうですよね。でオリックスとしてもたとえ単年で今シーズンオフにまたメジャーに変えられたとしてもそれはそれで納得でいいよっていうことの優勝取れればな、はい、うん、っていうことなんですかね。ただその間に山下俊平だとか、うん、向の木っていうのがやっぱ育ってくると思うよね、より、うん、東もそうだしさ、うん、まあ、そうなってくると、まあ、いい影響が多分受けると思うんだよね、うん、そういう面ではもう一つランクが上がってくるかなっていうね。まあ、チームとしても、うん、さらにまたランクアップレベルアップできる。でやっぱこう戦う闘争心っていうのをさ人以上に出していくタイプだからさ、うん、ああいう闘争心っていうのはチームにとって必要なことだしね。だから YouTube をやりながら、はい、ねちょっとナンパなところもあるけども、うん、勝負に入った時にはねやっぱ素晴らしい闘争心見せてくれるから、はい、チームにとってもいい影響を与えると思う。でこれキャンプインまでもう1ヶ月ないわけであと数十日で始まっちゃうわけでそうなるとバウアーの去就っていうのは一体いつ決まるの、まあ、いつ決まるっていうかトレーニングはしてるからさ、うん、バウアーもねインスタとか見てると、はい、だからそれはそれでいいと思うんだよね。遅く決まったとしてもその2月1日のキャンプインに間に合わなくてもだから間に合って来ようともしないよね多分だって自分のペースっていうのがあるから今まで培った そうか。だからそれがまあこの前キャンプのねメジャーの日程が出てたけど中旬ぐらいからでしょ、うん、みんなの動き出しが、はい、だからそれに合わせてると思うよね。でギリギリまでメジャーとどっか希望はないかって粘るっていうことですよねきっと。まあ心情的にはね、うんうん、ただお金の折り合いがつくかどうかっていうのもあるだろうし、はい、まあ、日本の方が出してくれるっていうんだったら日本に帰ってくるかも。うん、まあでもメジャー行くかな、うん、そうなってくると、ね、金額っていうよりもメジャーに戻りたいっていうのが、まあ、まあそうだね、まあ、だけど今のままじゃなんかこう戻るそうもないんで、うん、まあ、3チームというふうに考えるとやっぱオリックスが強いかなって。ただそこで黙ってないのがソフトバンクだよなまあ印象やっぱ変えたいよね。いやちょっと今ネガティブになってるんで、うん、はい、でバウアーが来て優勝モードがグーッと上がればさ、はい、そしたらもう全力を挙げてバウアーを取りに、うん、そうオリックスに取られたらまたオリックスが優勝するっていう確率がぐっと上がるからね。そうですよ、ね、そうしたらそれを阻止するためにも、うん、ソフトバンクがバウアーを全力で取りに行くっていうのが数字書きとしたら面白いよね、うん、ですよね。 DeNA が置いてかれちゃってますね、もう完全に。そうなるとなあDeNA 戻ってきてほしいけどね本来はそうです、ファンはそれを待ってるので。いやだけどその戦いに勝てるかなっていうね。確かに、まあ、去年のああいうね、うん、そのタイマンプレーじゃないですけど。でもオリックスが口説き文句としたら、うん、君が入ったら必ず今年も優勝するよと、うん、
その中で由伸がね、ずっと沢村賞を取ったと、うん、君が取ったサイ・ヤング賞と一緒だと、うん、日本でのこれを取ったらメジャーに帰れる可能性だって、道だって出てくる可能性があるよって言ったら、うん、そりゃなんかしびれるよ、箔、うん、がつくと思えば、そうそう、行きますよね、行くでしょ、はい、それが口説き文句だよ、そうですよね、でもソフトバンクはひたすら頭下げるしかない、お金積んで積んで、そうですよね、うん、わあ、どっちなんだろうね、この2つの厚さはあって、DeNA がどういう口説き文句をするかね。そうですね、その14億円、うん、プラスアルファで。プラス10億ぐらい出せるかもからな。そうですね。まあ、昨年の年俸プラス。プラスすれば。うん、昨年の、ね、成績を加味したら、20とか25億ぐらい。言ってもでもそのぐらいですよね、出せたとしても。いやー、もう出せないだろ、そんなにはね。オリックス70億あるんで。そうだ、そのままそっくりあげますよ、そっくりは出せちゃったら、そのままそっくりいきますよ、そうなっちゃう、2年契約でいきますみたいな、そんな感じになるのかそうですよね、いやだから1月中に決着つくのか、まあ、2月中旬までかかっちゃうのか、まあ、そうだな、だからここまで来たら俺はお金はある程度各球団出すとした考えると、うん、やっぱり自分を高く評価する、高く売れるところ、うん、次へね、まあ、そういうところを狙ってるのかなっていうような気がしてならないですよね、はい、いやちょっとご覧になってる皆さん、バウアーどこにね行くと思いますか、ぜひちょっとコメント欄で、バウアーここ行くんじゃないから、いやここだよとか、お前予想したら、うん、また俺が外れたら、まあこいつの予想は外れるんだって今年も今年もね言われる、まあ、そう言われる、まあそうやって言われるうちが花だから、見てくれてるっていうことだから、ね、そうそうそう、はい、プラスに変えていきましょう、はい。